ここのところはだな。僕たちのクラスは校長先生が授業を受け持っている。担任の泉先生が産休を取ることになったけど、代わりの教員を補充できなかったんだ。僕たちの学校は先生が足りていなかった。まあその2本の直線が直角に交わることをだな、垂直と言ってだな。そしてこの、2本の線が交わった時の。だけどみんな校長先生の話を聞くと無条件で眠くなってしまうんだ。まぶたが重いよ。僕は吉木圭、小学4年生。僕が必死に睡魔に対抗していたその時。校長先生、校長先生、至急職員室までお越しください。ん、すまん、行かなくては。また行っちゃったよ。校長先生は忙しいからすぐに授業が中断する。最近僕たちのクラスは自習時間ばかりになっていた。なあみんな、こんな時こそクラスが団結するべきだ。この人はソウスケ君、クラスのリーダーなんだ。勉強もスポーツもナンバーワン、みんなの憧れの的だった。こういう自習時間にみんなでやることを今のうちから決めておくべきだと思うんだ。確かに。ち、仕切りやうぜえな。はいはい、提案です。すると信夫君が手を挙げてこんな提案をした。みんなのママランキングを作ったらどうかな。え、ママランキング、一体どういうことだろう。みんなのママを見比べてさ、それで人気投票するんだ。どうだ、楽しそうだろ。しかし勝手にそんなことを。だけどそれ面白いかも。やろうやろう。意外にもみんな乗り気のようだった。決まりだな。じゃあ俺が準備してくるから明日投票な。なんだか変なことになっちゃったけど大丈夫かな。僕は少しだけ嫌な予感がした。ソウスケ君とノブオ君は今までも犬猿の仲だったから。ただいま。あら、おかえりソウスケ。みんなもよく来たね。さあ今日も熱々のコロッケ食べていきな。わーい。ソウスケ君の家はお肉屋さんなんだ。それにソウスケ君のママはとっても優しくて、来るたびに美味しいコロッケをタダで食べさせてくれる。おいしい。それはよかったよ。みんなソウスケ君ママのことも大好きだった。そして翌日。校長先生、校長先生、至急職員室まで。ああ、行かなくては。すまんが自習時間だ。今日もいつものように校長先生が呼び出された。行ったな。よし、みんなこれを見てくれ。信夫君はみんなから回収したママの写真を加工して表を作ってきたんだ。よくやるよ。あれ、猫が混ざってるぞ。誰だよ。僕だよ。これしか写真がなくてね。一条くん。彼は先週転校してきた一条仁くん。ミステリアスな雰囲気でいつも何を考えているのかいまいちわからない。ママの写真がないってどういう家庭環境なんだろう。じゃあ今から投票用紙を配るぞ。この紙に一番美人のママと最下位のママを書くんだ。いいな。最下位のママも。ああもちろんだ。そっちの方が楽しいだろう。なんと1枚の投票用紙に一番綺麗なママと最下位のママを記入するらしい。それでみんな投票用紙に記入を始めたんだけど、一番綺麗なのはのぶおくんのママかな。みさきくんのママも美人だし、山田さんのママも捨てがたい。最下位のママは、そして数分後、書き終わった人から順に投票箱に投函していった。そして全員分の投票用紙が回収されて、よし、じゃあ早速開票といこうぜ。まずは1位のママだ。信夫くんは投票用紙を確認していったんだけど、信夫のママ、次も俺のママだ。信夫。総得票数30票で一番美人なのは俺のママだな。結局信夫くんのママに一番票が集まったみたいだった。確かに信夫くんのママは美人だった。それじゃあお次は最下位のママを発表するぜ。
お願い、僕のママはやめて、僕のママはやめて。クラスで一番ブスなママなんて嫌だよ。そんなの終わりじゃないか。みんなが固唾を飲んで開票を見守った。ということで最下位はソウスケのママに決定だ。なんとソウスケくんのママが最下位になってしまったのだ。総得票数33票でぶっちぎりだな。なんで。僕はこの結果がにわかには信じがたかった。いつもあんなに優しくしてくれてるのに。まあ太ってるからなあ。うん、無駄に大きいよね。いつも偉そうにしてるけどよ、ママが最下位とかかっこ悪すぎ。お前ら、お前らな。俺の母ちゃんはいつもあんなにコロッケをご馳走してるじゃないか。ソウスケくんはすごく怒っているようだった。それとこれとは関係ないよな。なんだよ、買収のつもりでコロッケを振る舞ってたのかよ。不正選挙じゃんか。違う、そういうことじゃ。とにかくこんなの認めないぞ。俺は認めないからな。はい、怒るなよ。ただの遊びじゃんか。それからはなんだかクラスの雰囲気が変わってしまった。ママが最下位を取ってしまい、さらに当たり散らかしてしまったソウスケくんはみんなからの株が下がってしまったのだ。だんだんとソウスケくんは孤立していった。ソウスケくん、一緒に帰ろうよ。いいよ、お前もどうせコロッケが目的だったんだろ。違うよ。僕はそんなソウスケくんの姿を見て胸が痛んだ。ソウスケくんは僕のヒーローだったから。通してください。通してください。僕が上級生に絡まれてる時もどっかに隠れてな、ケイ。ソウスケくん、僕を守るために戦ってくれたんだ。てて負けてちゃカッコつかねえな。そんなことないよ。助けてくれてありがとう、ソウスケくん。二人ともボロボロになったけど、それでも僕は嬉しかったんだ。あんなに頼りになる同級生は他にいなかった。そんなソウスケくんがこんなことになっちゃうなんて。それからソウスケくんはだんだんと学校にも来なくなってしまった。今日もソウスケくんは休みか。だけどクラスのリーダーが不在になり、いろいろなことに影響が現れ始めていた。うわー、点数下がっちまった。私もよ。勉強でわからないところはみんなソウスケくんに聞いていたから、クラスの成績は低迷。自発的に掃除をする人もいないから、教室がだんだんと汚くなっていき。お前がくれるって言い出したんだろ。言ってねえよ、やんのかてめえ。喧嘩は多発。いつもならソウスケくんが止めてくれるのに。担任の先生がいない僕たちのクラスはソウスケくんというまとめ役も失い、無法地帯と化していた。どうしよう、このままじゃ。その時、君、僕にいい考えがあるんだけど、手伝ってくれないかな。え？僕は初めて一条くんに話しかけられた。俺が家にこもってから2ヶ月が経っていた。今頃クラスは楽しそうにしてるんだろうな。母ちゃんも俺のことを心配しているようだけど、深夜にこっそり風呂やトイレに行く以外は俺は部屋から出なかった。母ちゃんの顔も久しく見ていない。俺は今まで調子に乗っていたんだ。勉強やスポーツがちょっと人よりできるからって。だけど俺の伸びた鼻はぽっきりと折られてしまった。母ちゃんが太っているからだ。その時、すいません、誰かの声が聞こえて。やあ、突然Kがやってきたのだ。なんだよ。今日だけはソウスケくんに学校に来てほしくてさ、迎えに来たんだよ。いやだよ、どんな顔で教室に入ればいいんだよ。あんなとこ行ったって勉強だって全然はかどらないし。そう言わずに頼むよ、今日だけでいいんだ。俺は正直まだ外へ出る気はなかったけど、必死なKに背中を押され、しぶしぶ学校に登校することになった。そして、なんだこれは。2ヶ月ぶりにやってきた俺のクラスは見る影もないほど荒れ果てていた。これはソウスケさんじゃないですか。最下位のママは元気かな。俺はあの日のトラウマが蘇り、全身に油汗が吹き出て
足がガクガクと震え出した。だけど大丈夫、少しだけ待ってて。ケイはなんだか自信に満ち溢れていた。ケイ、そして今日は私の代わりに授業をしてくださる特別講師の方を招いている。泉先生が帰ってきたのか。違うよ。え、失礼します。今日国語を担当するソウスケのママだよ。教室に入ってきたのは俺の母ちゃんだった。しかも綺麗。なんだよ、今までと全然違うじゃんか。そう、2ヶ月前とは別人なほどに俺の母ちゃんは痩せて綺麗になっていたんだ。ダイエットだよ。ダイエット？僕はこの日のために一条くんとソウスケくんママのダイエット作戦を決行していたのだ。糖質をなるべく取らず、タンパク質で補うこと。必ずその日取った食事を報告してくれ。ジャンプするという動作には大きな脂肪燃焼効果がある。エア縄跳びでも効果があるから、家の中でもやってみるといいよ。食事制限に有酸素運動と無酸素運動を2ヶ月間みっちりやったんだ。もともと君のお母さんはポテンシャルが高かったのさ。2ヶ月でここまで落とすのは結構大変だったけど、ソウスケには恥ずかしい思いをさしちまったみたいだからね。母ちゃん。それからは保護者が持ち回りで授業を担当することになったんだ。そしてこの日はのぶおくんママの当番の日だったんだけど、あれ、全然写真と違うじゃないか。加工だね。何？のぶおくんがママの写真をゴリッゴリに加工していたことが発覚した。何のことかな。何それ、散々ソウスケママを笑ってたのにね。そしてママランキングに革命が起こった。1位と最下位がひっくり返ったのだ。くそー、ありがとうな、ケイ。これでおあいこだよ。僕はやっとソウスケくんに恩返しができたのだった。